皆さん、こんにちは。こもりです。今日も日本語の勉強を一緒にしましょうね。今日は JLPT の N3 に合格するためのコース、ミニテストです。文字5位文法が入っています。はじめに紙と鉛筆を用意してください。このミニテストは文字5位文法のミニテストです。文字5位は18問。 えー、文法は13問ありますからそれぞれ10分12分で解いてください。問、えー、問中16問で正解合格になります、えー、これは、えー、各画面5秒しかありませんから秒でその五5秒では解くことはできませんから5秒の間にポーズで止めてそして、えー、答えを考えてください。 ではめはめに文字5位から始めます、えー、自分でこのタイマーをセットしてくださいね。5秒だけですから止めて問題を解いてください。では始めましょう。 はい、10分経ちました。10分でできましたか次は、えー、文法になります,グラマーです、えー。画面は5秒だけですからその間止めてそしてしっかり読んで答えてください。では始めましょう。 はい、グラマーも、えー、12分経ちました。終わりましたかでは今から文字5位の答えを、えー、言います。自分の答えが合っているか数えてくださいね。1、えー、問題1アンダーライン下線部の言葉の読み方として最も良いものを1234から1つ選びなさい。1 彼の祖父は有名なから。1、政治。2、政治。3、政治。4、政治。さあ、答えは ?1 番、政治。有名な政治から。2番、昨日しっかり勉強したので、今日のテストでは全部の問題が。1、泣けた。2、溶けた。3、 負けた4拭けたた答えは2番の「溶けた」ですね。今日のテストでは全部の問題が溶けた3。今日作った料理はちょっと味が1臭かった2厳しかった3苦かった4薄かったはい答えは4番。 ちょっっと味が薄かったですね4番あの人とは一度会ったことがあるが名前をいない1伝えて2数えて4覚えて4与えてさあ答えは3番覚えていない覚えていないな5番そこにある花の のお皿を取ってください1行2桂3型4形はい答えは形ですそこにある花の形のお皿を取ってください、はい、次いきますね問題2アンダーラインの言葉を漢字で書くとき最も良いものを1234から1つ選びなさい6 ワンさんとは10年前から親しくしている。1、2、3、4。さあ、どの漢字でしょうかね答えは2番。この漢字が使われます。10年前から親しくしている。次、7番。飛行機の切符を往復で買うと少し割引がある往復の漢字は1、2、3、 よく似てますねさあどれでしょうか、はい、4番が正解です。この字が往復という意味の漢、ね、字、えー、です。8番、明日のパーティーに私の友達も連れて行っていいですか ?1、2、3、4。さあ、どの漢字でしょうかはい、1番ですね。連れて行っていいですか 1>, 1番が正解です。9番。安全のため、マンションの通路には物を置かないようにしてください。さあ、1、2、3、4。さあ、どれが正しい漢字でしょうかはい、2番が通路という漢字です。え次は問題3。括弧に入れるのに最も良いものを1、2、3、4から 1>, 1つ選びなさい。10兄はいつも職場のばかり言っている。1注意。2注文。3文句。4文章。はい答えは文句コンプレインですかね。兄はいつも職場の文句ばかり言っている。11大学生になったので今月から週3回 をすることにしましまた1オフィス2スタッフ3リーダー4アルバイトさあどれでしょうかはいアルバイトですね今月から週3回アルバイトをすることにしました12番パソコンの画面が明るすぎて少し暗くしよう1まぶしい2苦しい3怪しい4 激しい。さ答えは眩しい。パソコンの画面が明るすぎて眩しい。少し暗くしようですね。13番。この国では物を買った時に8%の税金が ?1。出す。2。払う。3。入れる。4。かかる。はい答えはかかる。 8%の税金がかかると言いますね。14番、明日の会議の準備は終わっている。はい、1、なお、2、また、3、ほぼ、4、つい。さ答えは、ほぼ。明日の会議の準備はほぼ終わっている。ほぼ、ほぼ、ね、ほぼ終わっている。 問題4、アンダーライン、下線のところにの言葉2、意味が最も近いものを1、2、3、4から1つ選びなさい15、将来家を買うために毎月貯金しているこの貯金とえ意味が近いものを選びます1、お金を稼いで 2、お金を貯めて、3、お金を下ろして、4、お金を崩して。はい、答えは、お金を貯めてですね、貯金っていうのはお金を貯めることですね。16番、いきなり明日会社を休みますって言われても困りますよ。このいきなりと同じ意味の言葉は、1、急に、2、あっという間に、3、 一度に4、しばらく。さあ、どれでしょうかはい、急にですね。急に、いきなり急に明日会社を休みますって言われても困りますよ。同じ意味ですね。問題5、次の言葉の使い方として、最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。17、似合う。1、弟は 言うことがだんだん父に似合ってきた。2、駅前で久しぶりに大学の時の友人に似合った。3、この靴はサイズが少し大きくて、私の足には似合わない。4、髪を切ったんですかよく似合っていますね。さあ、どの使い方が正しいでしょうかはい、4番。 4番が正しいです。あとは間違っています。髪を切ったんですかよく似合っていますね。18番、思わず。1、大事なことなんだから、思わずやらないでください。2、あまりにびっくりしたので、思わず大声を出してしまった。3、コーヒーをこぼしたら、店員が思わずタオルを持ってきてくれた。4、 電車に乗っている間、窓の外をずっと思わず見ていた。さあ、どれが正しいでしょうかはいあ、2番ですね。あまりにびっくりしたので、思わず大声を出してしまった。はい、えー、これで文字5位は終わって、次は文法の答えになります。さあ、頑張ってやっていきましょうね。えー 文法の問題1。次の文の括弧に入れるのに最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。1、A。明日の午後3時にそちらにので、B。はい、お待ちしております。この括弧に入る言葉は1、いたします。2、伺います。3、申します。4、 いただきます。さあ、どれでしょうか答えは、伺います。明日の午後3時にそちらに伺いますので、はい、お待ちしておりますとなりますね。2番、友達の子供は会う。背が高くなっている。1、だけに。2、ために。3、たまに。4、旅に。さあ、どれでしょうかはい、旅に。 友達の子供は会うたびに背が高くなっている。3番、このコピー機は時々動かなくなるがある。1、もの。2、こと。3、ため。4、よう。はい、答えは、こと。このコピー機は時々動かなくなることがある。はい、次は、 問題1の続きになります。4、A、川本さんは京都出身 ?B、はい、そうです。はい、この中に入る言葉は1、立て、2、立って、3、だっけ、4、だっけ。はい、どれでしょうかだっけ。 これはですかっていうの、コンバセーションのね、言い方です。河本さんは、京都出身だっけ京都出身ですかという意味です。京都出身だっけあのとてもフレンドリーな言い方になります。5番、この映画は自分の人生について考え作品だ。1、させられる。2、される。3、ふかされる。 4、好かれる。はい、答えは、させられる。この映画は自分の人生について考えさせられる作品だ。次、6番。明日は一日中会議があって忙しいので、企画書は今日中に作って。1、いた。2、行った。3、あった。4、置いた。はい、答えは、 いたえー、明日は一日中会議があって忙しいので企画書は今日中に作っておいた。えー、問題2次の文の星印に入る最も良いものを1234から一つ選びなさい。7今からではだろう。1完成2どんなに 3させられない。4急い急でも。これはどれかがどこかに入るのでこの順番を考えてしまいましょうじめにねそうすると今からではどんなに急いでも完成させられないだろうというふうな文章が作れますからこの星印のところには完成が入ります。1番が正解になります 次8番。社会人になったばかりだから仕事がないよ。1、手も。2、仕方が。3、うまく。4、できなく。はい、これをこの中に4つ入れていきましょうね。そうすると、社会人になったばかりだから仕事がうまくできなくても仕方がないよと文章が作れます。ですから、星印は でも1番が正解になります次問題3次の文章を読んで文章全体の内容を考えてカッコの中に入る最も良いものを1234の中から1つ選びなさい予防の方法という文章です日本では2月から、まあ、これからと言います2月から4月にマスクをしている人をよく はい、9番に入るのは1見えます2見られます3見かけます4見かけられますさあどうでしょうか答えは見かけます、えー、マスクをしている人をよく見かけますで次は10番に行きますねこの季節は空気中に花粉が飛んでいるので花粉が口や鼻に入ると喉が痛くなったり 花水やくしゃみが出たりします。これを花粉症と言います。花粉症になるのを防ぐ。さあ、10番は、1、ために、2、上に、3、よって、4、ことで。ということで、えー、この10番に入る言葉は、ために。花粉症になるのを防ぐために。外に出るときは、 マスクをする人が多いのです。ですね、さあ次、11番。花粉症を予防する方法の1つ。11番。1、ところ。2、とは。3、とって。4、として。さあ、どれが入りますかね。はい、として。花粉症を予防する方法の1つとして。ね はい、じゃあ次12番。洗濯物の干し方。1、について。2、につれて。3、にしては。4、にして。答えはについて。洗濯物の干し方について。以下のようなことが言われています。はい、じゃあ次13番もでいきますね。まず、洗濯物は 室内に干した方がいいです。もし外に干す場合は、できるだけ朝早く干して、午前中の部屋の中に入れた方が、服に花粉がつきにくいそうです。さあ、その13番は1、最中に、2、うちに、3、かけて、4、までに。はい、答えは、うちに。えー、できるだけ朝早く干して、 午前中のうちに部屋の中に入れた方が服に花粉がつきにくいそうです。気温が高くなる午後12時から午後3時の間は花粉が飛びやすいからだそうです。ということで、えー、答え13番まで終わりました。 はい、これで全部終わりましたこれが、えー、全ての文字5位の、えー、18問の正解、それから文法の13問の正解が全部ここに書いてありますから、もう一度あなたのノートチェックしてみてくださいね。はい、これで今日も、えー、N3 のためのミニテスト、文字5位文法を終わります。2回目が終わりました。JLPT の N3 を受ける人は ぜひこの、えー、動画を見て勉強してくださいね。一緒に頑張りましょう。えー、そしてまた新しい動画ができましたらお届けができますので、登録の方もよろしくお願いします。クサブスクライブではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。